イフボット、会話型コミュニケーションロボット、高齢者向けロボット、寄り添いアイフバット身長約45センチメートルのロボット、目とまぶたと顔の動きと LED の色により、様々な感情表現ができる。会話パターンは、数万種類、アイフバット生からやってきたアイフバット生の王子様という設定である。2002年3月三観学連携で、ヒューマンロボットコンソーシアムが設立された。 中部地区は、ものづくりの集積地であるが、より付加価値をつけたものづくりを目指そうと、財団法人人工知能研究振興財団が設立されていたこともあり、コンソーシアムでは、人工知能を応用技術としたロボットを、競合開発していこうということになった。こうして誕生したのが、完成制御コンピュータを搭載し、話し、相手の感情を認識する、アイフバットである。開発は、 感情を認識し、それをロボットが表情や返事などで表現する技術、障害物を避けながら恋に向かって動く技術など、ブラザー工業や名古屋工業大学をはじめとする産学の共同開発となった。試作機が出来上がったものの、コンソーシアムでは全く新しい分野の商品のため、市場ニーズが読めず、事業化リスクを負うことができなかった。そこで、中部産業連盟で、勤務時から、 人工知能に関わっていた木村健次が株式会社ビジネスデザイン研究所の社長になり商品化を進めることとなった。商品化にあたっては量産に頼る技術までに高める必要があるほか品質、安全性、コストなど多くのハードルがあった。コストに至っては試作機をベースにすると1台200万円になることが判明家庭向け商品とするには高くても50万円以下を 目標に作り込む必要があった。量産開発を双葉産業に依頼し、試作期間生から1年後、2004年4月に念願のアイフバットの販売に至った。アイフバットは次のようなコミュニケーション技術に特徴を持つ、相手を認識する識別技術、相手の話を聞き取り、方向を確かめる、音声認識、方向検知技術、感情多めとまぶたを動かして表す。 感情認識表現力、話し相手との距離を測るセンサー技術等が生きている。販売後は予想に反し、高齢者から多くの問い合わせが寄せられた。デザイン的な可愛らしさから孫のような感覚とのこと。そこで福祉施設での実証実験を経て、高齢者向けに開発したのが、より添いアイフバットである。ノーマルタイプ数万パターンの会話が登録されており、5歳児程度の 会話を楽しむことができる。寄り添い。イフボット高齢者向けに会話内容を変更したもので、脳を活性化させ健康を保つことを目的として、開発されたロボット以下のコンテンツが含まれている。単語を記憶して、それを答えるゲーム、回想法を取り入れたもの、季節の確認が目的回想法を取り入れたもの、カスタムタイプその他、センサーやカメラを搭載させた。 カスタムタイプのイフボットも販売されていた。ただし、カスタマイズ費用はプラスで必要となる。ありがとうございます。